2024年日本国内で、最初のコインショーとなります。今年は名古屋からねスタートします。で今回は1月の20日の土曜日から22日までの3日間開催されます。また2月にね大阪でコインショーがあるので、参加する予定です。はい、話していると着きました。今回も同じく名古屋のウィンク愛知で、コインショーが開催されます。こちらの8階ですね、8階でコインショーが開催されます。チャリティーイベントに参加したいのと思うので並んできます。かなり人がいますね。1人2袋限定ですので2袋を買いました。何が、はい、これは第47回世界貨幣祭りでチャリティーで100円で買ってきた古銭です。中開けてみますね。お願いします。はい、100円で何を買いたんだろう。いろいろ入っていますね。見たことないコインとかがたくさんありますね。うん、うちはまあ英国のモダンコインが多いからこれこういうのはあんまり見ないですね。ちょっと紹介しましょうか。お願いします。はい、これはね、はい、ミントセットに入ってるメタルなんですけど、はい、ただですね。ただお金にならないもの。お金にはならない。ならないものです。はい。お、ここに、これはアメリカの5セントですね。5セント。今も使います。使える。お金として使える。流通貨幣です。これは5セントなので、だいたい7円ぐらいですね。7円ぐらいで使える。今のレートで。これは、コーダなので半分ですね。これも使えるんですか、今のレートで。もちろん、これ25セントなので、まあ37円お37円ぐらいですね。で今40円ぐらい戻されてる、100円中。そうですね、まあそれぐらいです。で、これ、あ、これ5セントですね。5セントこれもアメリカに行くときに使いますね。で、これも5セントですね。5セント5セント、5セントなので7円だから21円、37円ですね。おお、もう50円ぐらい50円ぐらいで、おこれは日本の50銭ですね。この50銭ですね、2年間しか発行されてなくて、昭和21年と昭和22年しか発行されていないんですよ。で、これ昭和22年のだととても高くなるんですけど、これは21年なので、まあ、大量にあるので100円ぐらいですかね。ああ、50円ぐらいかな。で、続けて、まあ、こういう一銭ですね。一銭はね、山ほどあるので、いっぱいあるので、まあ、安いですね。まあ、50円ぐらいですかね。売ると50円ぐらい。おろし、まあ、それぐらいですかね。でもすごい。ただ、これね、半銭なんですけれども、箱の枚数は一銭に比べて少ないので、まあ、1枚は100円くらいになります。おお、でももう元取れましたね、100円の袋の。半銭2枚あるので。すごい。あ、なんか、あ、こういうのもね。一銭もある。1銭。こういうのも安いので、5銭とかいっぱいあるので。すごい。まあ、30円くらい、10銭。まあ、1枚今30円くらいですかね。おお。30円くらい。で、これは、お、よくありがちの関越通報ですね。おお。まあ、東京で作られたものではないですね。そうなんです、ね。簡易通報。1枚台で30円ぐらい ?30 円ぐらい。安いね。安い。いっぱいあるので。安いけど、でももうね、30円になるなら。お、これは見たことありますか？これ私はないです。これはね、タイの貨幣です。でもタイのね、1バーツ、バーツなので、だいたい今だと約4円ほど、これ3、4円ほどですかね。これ使えるんですか、タイ行ったら。いや、おそらく今でも使われていると思います、これね。なるほど。はい、でこれがね、なんか見たことありますね。見たことありますよね。これね、フィリピン。フィリピン、米領だった時代のフィリピンの、お金で、50センタボっていう通貨単位で、表面がね、マヨン火山の乙女、後ろ側は紋章のコインですね。だいたい今100円ぐらいです。100円ぐらい、100円ぐらいです。売るなら100円ぐらいで。で、これが、これすごいんですよ。何がすごいんですか？このピカピカ感。ああ、綺麗なのか。ではないです。実はこれね、ニューギニアのお金で、英領の
ニューギニアなんですね、はい、で1シーリングで1938年の通貨で、はい、これ実はシルバーなんですよ、うん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 、銀貨で5.3g くらいあります。おーすごい、うん、ヤフオクで2000円で落札されていて、うん、このコインが、まあ、状態が良かったの、うん、いいので、うん、大体3000円くらい、すごい、この1枚で3000円くらいになる、3000円の価値あり なります。でこれが、まあ、ポルトガルの、うん、ポルトガルとんポルトガルのお金です、うんうんうん、エスクートっていうね、うん、通貨単位で、うんうんうん、まあ、大体今30円ほどですかね、うん、で今ねポルトガルがその EU に入っているので、はい、もう使えないですね。2002年の時にから流通停止になりました。なるほど、今は使えないけど、うん、まあ、売ったらお金にはなる、まあ、なりますね。まあ、でこれが簡易通報、うんうん、これは30円ですかね、ざっとね4,000-5,000円ぐらいかな、お、うん、100円の袋が4,000-5,000円になりました。すごい、うん、これがねニューギニアのその銀貨がやはり価値が大きいです。価値が大きかった、うんうん、まあ、その他はまあ数十円とか、そうですね、合わせたら4,000円ぐらいですかね。すごい。袋行きましょうか。はい、2つ目何が入ってるの。あ、もう見えた、これだ。おーすごい、ちょっとだけ高いのが入ってますね。何が入ってるんだろう。いっぱい入ってますね、入ってますね今回も。あ、よくありがちな簡易通貨ですね。これは30円ぐらいですかね。これよくは簡易通貨、まあ状態かなり悪いですね、かなり悪い簡易通貨ですかね。お、これはね、ちょっと後ろ見ると分かるんですけど、はい、これね、中国の通報です。ああ、中国のなんですね。交渉通報って言って、清の時代のものですね。うん、まあ、若干高いです。まあ、150円とか。150円、でも150円。まあ、そんなもんかな。これは簡易通報ですね。まあ、30円ぐらい。うん、これも30円ぐらいですかね。同じやつ。うん、同じぐらい。まあ、1000。これちょっと1000、これ5000とか10000、1000、まあ安いで1個30円ぐらい、30円ぐらいですかね。氷とか、まあ半身はね、あ、さっきもご紹介した、さっきも言ったように若干高いで100円ぐらいですかね。うん、50円ぐらいかな、30円ぐらいですかね。これはね、フランスのコインですね。これは1975年ですね、はい、フランスのゴーサンチームっていう通貨ですね、はい、現在はね、ユーロに、はい、ユーロの通貨使っているので現在は使われていません、うん、なるほど。大体30円ぐらいですかね。売るなら30円ぐらい、ぐらい、うん、これはね、あ、さっきも出たメダル、メダル、ミントセットの中に入っているもので、ただですね、はい。まあ、2000、あ、2000、2000はちょっとご紹介できそうですね。2000だとですね、明治6年だと高いです、うんうんうん、明治6年から作られているので、6年だけ並編の場合だとね、9000円くらいになります。なるほど。でも残念ながらこれはね、これは、お、明治9年ですかね。9年でしたね。このものだと、カタログだと大体300円、300円、まあ、200円、300円ぐらいですかね。うん、あとね、明治10年のものだと高くなります。なるほど。10年だとね、角鱗と波鱗に分かれるので、はいはい、実は明治10年より前は6年から10年の間は角鱗で作られていて、はい、10年からそれ以降は波鱗で作られています。なので10年の時だけちょこっとだけ角鱗の2000が存在します。それだと400円くらいになります。お、うん、すごいですね。若干高くなりますね。若干、うん、お、これは
5セントですね。アメリカの先ほどもあったような、うん、7円ですね。7円、うん、あとこれだと店舗通貨ですね。ここに刻印が入っているので本物ですね。これは本物だ、うん、もうちょっとね状態が良ければ800円から1000円で売られています、はい、ちょっとこれ状態が悪いので、まあ、500円ぐらいですかね。なるほど、うん、500円。これはねスイスですかね。スイス、スイスの23チームですね。現在多分おそらく 0.5 ドルぐらいで取引されているのでだいたい70、80円ほどですかね。おー、70、80円になる。そうですね、まあだいたいこれはおよそ、まあ、800円、まあ、1000円、まあ、ざっくりと1000円ちょっとですかね。ってことで合わせてしたところで5000円ですかね。5000円ぐらい豆腐に積もって200円で買ったものが5000円ぐらいに。そうです、すごい。なので25倍ですかね。25倍、うん、まあこれでね売ったりすることはないんですけど、うん、ただいろんなコイン見ることができるので勉強になります。そうですね、すごい勉強になりますね、うん、これということで200円から5000円になります。イエーイ、すごい。さてとね、今回はチャリティーのコインだけではなく、あの会場内のね同業他社のところにいて3枚のコインを買いました。なんでそれを買ったのか皆さんに紹介しますね。まず皆さんこちらの図を見てください。エリザベス2世の時代で発行されているその年号です。彼女は主に5つの肖像があります。1953年から1967年に使用されている肖像というのが第一肖像と言われていて、ヤングヤングエリザベスですね。でその続き1968年から1984年の間に発行されているエリザベスのコインをヤングエリザベスですね、第二肖像と言われています。でその後に85年から97年はミドルヤングエリザベスです。で98年から15年までは、第4肖像で、一番近いのが2015年から22年までのは第5肖像。その彼女のコインでね、あの人気が上昇しているのはやはり第1肖像のヤングヤングエリザベス、第2肖像のヤングエリザベスと第3肖像のミドルヤングエリザベス、こちらの第1、第2、第3肖像のコインが上がっております。で中にはですね、あの1980年、81年と80、81、82、84の4年間で発行されているヤングエリザベスのコインが一番高いです。はい、さてとこちらはね、あの3枚のうちの1枚目のイギリスの1996年のミドルヤングエリザベスの5ポンド金貨です、PF69 ですね。いいところはですね、最近 の, そのコインマーケットでですね、第3肖像のコインがすごく人気が上がってきているので、まあ、人気のあるコインですね。ただ、グレードがね69というところがあって、まあ、70に比べるとだいぶ価格は安くなります。はい、続けて2枚目、こちらは、イギリスの1989年の2ポンド金貨ですね。特殊なデザインです。でソポリン金貨ね、発行500周年の金貨でチューダローズのコインですね。デザインがすごく人気でテーマもよくて、ただね残念ながらこちらも69グレードのコインです。はい、続けてこちら1997年のイギリスの2ポンド金貨ですね。イギリスのコインにしてはとても珍しくって、バイメダルなんですよね。で、個人的にはそのデザインに惹かれて、まあ、珍しいなと思って買ったんですけれども、まあ、価格もとても安かったです。ただね悪いところがプルーフの69のグレードです。エリザベス2世がね、2022年でね逝去に伴い、その彼女のコインが全体的に値上がっているっていうのもあって、中にはその第1肖像、第2肖像と第3肖像がね今とても厚く評価されているので、コレクターはねぜひ1枚コレクションにしても
投資にしてもとてもおすすめなコインになります。はい、こちら最後に、せっかく名古屋に来たというのもあって、このあった宝来軒っていうね、ひつまぶしでとても有名な店でひつまぶしを食べました。うん、外はねカリカリで中はホカホカで焦げているところもとても美味しかったです。私が食べたうなぎの中で一番美味しかったです。またね、名古屋に行く際に機会があれば、チャンスがあればまた食べたいと思います。では皆さん、またの10日でお会いしましょう。バイバイ。